あとさまあなんだろうな俺のイメージで言うと極端にあ誰とは名前は出さないけど食品の添加物系に。 めちゃくちゃ反応するよねあの人あ,あんな食パンし食パンとていうか菓子パンしか食ってねえやつがよく言うよなと思ってうん「マブヤこんばんは」「何をそのとうとうと語ってんのかな」みたいな。 ねえちょっと笑えるスナック菓子食ってボリボリ食ってカチパン食っていやまともな飯はほとんど食ってないはずだよだって俺とラーメン屋行ったってラーメン半分残しだから 軍事訓練受けてんのかってぐらいああのねチョンチュはねあのー、体育教練みたいな授業があるのようん食ってるやろいや何食ってんのかねじゃあ うんいや分かんねえけど。チョンチューなうん、あ俺らはほらあの朝鮮中学校だから「チョンチュー」って言ってたけど。 そうだよな、呼び方はなまあでも俺の代は揉めたの1回か2回ぐらいかなあ武器は持ってるようん彼らは。 うん、なんかチョンチュはの構内は稚外保険みたいなとこあんじゃんもう警察も介入しないだろ触らぬ神にたたりなしみたいな うんだからあのやりたい放題だよなメリケン怖わ。メリケンだったらいいけど刃物も持ってるからな こちゃんこんばんはやつら持っててもあの朝鮮学校のやつだって思われりゃおまりに職質も食らわねえしだけど俺らは普通の中学生だと「あのあお前らちょっとこっち来い」とか言われたりするから俺らは持たないけどねそんなもんは「なんだこれ」って言われるから。 リーゼントの突っ張り、リーゼントはいないな。もう、あの、アイパーかパンチだな。うん。あ、ダリル、それはそうだよ。うん。あの、集団、要するに日本国は自国じゃないから、束になってくるのはもう、お約束だから。あ、ビーバップ、 全世、うん。映画な、なんかビーバップハイスクールの映画を見に行って、あの、映画見た後に、あの、映画館の外で、なんか喧嘩が勃発してるという、あの、素晴らしい光景があったけどな。あらあらとか言って。あんのか、この野郎とか言って。<laughs> もう、 もう映画のまんまになっちゃってんだよ、頭の中が。おらーなあとか言ってる。なかった、そういうのは。嘘そう,そうそうそう。てめえ何見てんだよ、とか。あんなのもう今はないやろ。もうないと思うよ。 うでもさ相変わらずさあのビーバップから引き継がれてるあのやんちゃ系学生ヤンキー映画ってあるよなやっぱ需要があるのかねうんあ,あるんだろうな いまだにちょいちょいやるよなヒットって言ってもその,その爆発的じゃないだろうけど興行収入自体はそこそこあるんじゃないイケメン新人俳優の登竜門とかだよなヤンキー映画は。 だから確か大栗旬も最初ヤンキー映画から出たんじゃねえのろくでなしブルースあ俺それ見てねえなうん名前は知ってるけどうんそうなんだよあの若手のイケメン系が登竜門でヤンキー映画からまず入ってくるよなうん そっからねビーバップやろうあうん中村だっけうん新宿スワンとかいう映画ありましたねないや組合あれはもっともっと前にあの新宿スアンっていう映画はあったんだよあれはリバイバルでしょ リメイクというかうん昔の確かあった新宿スワンっていうのはもっとえぐいで。うん まあ、ビーバップハイスクールといえばヒロインがミポリンだったからないやなんかエンブレムテイク 2? だろなんかな俺的には何とも思わねえけど <laughs> 躍動感がいいね、森友なんかクソみてぇなピッチングフォームだなと、えー、23名から言われましたけど「即風呂入れておきました」はい、うん、映画で髪の毛を切られてましたねそうだったっけなうん でも、ダリュもしかしたら、ウィーク切ってんのかもしんねえぞ。うん。地毛じゃないような気もするし。まあ、地毛切ったとしたら、あのー、芸能界ってほら、あのー、ヘアメイクいるから、ウィークかぶって、とかね。ステージは立てるじゃん。 だからいわゆる本業は歌手だからなそこらは配慮するんじゃないかな中山美穂の髪の毛を監督が切らせるかどうかだよなうん事務所が OK 出すのかって話じゃん うちのタレントに何してくれんだこの野郎って。と思うよ当時の中山美穂の売れ方からしたら事務所は許さないと思ううんその体でみたいなうんそりゃ事務所許さねえと思うよ台本持ってきて。 事務所全部接棄するんだから。で、マネージャー常にきっついてんだろだなゴこんばんは。で、主題歌まで歌ってんだから。あ,あそうだろそれを、その、なんか、いじったら、うん、どうなのかな、みたいな。 こ,こ,ちゃんこんばんはまあでも中山美穂ってあれだもんな最初がちょっと衝撃的だったような毎度お騒がせしますだっけおちゃんいらっしゃい違ったかなドラマのうん かな南にいましたちゃん飲んでたの判決っていうか胸元確か出たぜミポリンはニューヨークシーンであの頃はあのコンプライアンスしかとのドラマが「飲んでたああやーコンプライアンスしかとだからね だよなサブちゃんな、うん、なかなかに今はあんなテレビって作れねえよ、うん、昔のテレビって動画とかで見るがすごいよなああ だから言ってんじゃねえかよ。大磯ロングビーチ。女だらけの水泳大会とかやばいぞ。もう。ワイプで河合直子がヤングボーイを歌ってるとかな。<laughs> 宮崎いらっしゃい。竹山、よす うん。もうメインの画面は騎馬戦なんだよ。で、あの、ワイプに河合直子がヤングボーイ歌ってるその曲が延々と流れてて、あのー、どうせ口ばくなんだよ、あんなの。うん。で、騎馬戦で、あの、乗っかってる AV 女優がおっぱいポローンだから。すげえ時代っていうか。うん。 ななかなかなもんだようんアイプレイの放送は今は無理ですね あの歌手を歌わせるっていうのはんだろうに著作権とかうるさいからかなうん出すなら本人メインでやらせねえと事務所が OK 出さねえのかな光お茶ってありがとう。 コンテありがとうさんまあでも俺の年代だの人たちだったらあの今のテレビがいかにクソつまんねえかっていうのはわかるうん俺ねまあ、たまにお,お笑いは見ないんだよなんだけど相席食堂っていう 番組はたまに見るんだけどあの「じれる」あ「あ岡田由紀子はねああ,あのなんでここで止めんの」っていう「お前らの MC いらねえんだよ」って「ああちょっと待て!」とかて。 いや「いやいや待たないよ」って「もうそのまま流せ」って話「さわがにおっちゃんありがとううんだだやばおそう思うだろだからよ見てる側としてはよ「またかよ、うん」お前らが解説しなくていいよ見てる方が分かってんだからよ」 うん <laughs>、うん、あれを面白いのかな止め止め方の問題だと思うけど「葵ありがとうお茶店」「幸福のお茶店ありがとう」うんあとは俺ポツンと一軒家と あと、思うまい店と、所さん系は全部見る。あと、家族に乾杯。うん。あと、人生の楽園。あと、何見るかな絶対に見るっていうのは。ガイアの夜明けは絶対見るだろう、うん。情熱大陸は、その時の 特集の人にもよるかなうん思うまい店は面白い俺ねあれねもうこれ半分ネタなんじゃねえかなと思うんだよ、うん、正直これテレビ局とタッグ組んでそういう店に 多分ギャランティー払ってやってもらってんじゃねえのかなみたいなじゃねえとこれは番組入れてあんな狭い店内でもテレビカメラ入ってうロうロろロロされたって忙しいんだからもう邪魔だからもう出てってってならねえのかな うん。多分、取材と称して、員は出てると思う。あ俺ダウンタウン嫌い。うん。いや、先天っていうかもう、ニャンス、もうとっくに混んでるんだよ、その店は。うん。 11pm, 古い。大橋橋泉だろうん。あと、ザコバだっけうん。今、名前変わってるけど。好きな芸能人誰え、お笑い系はないよ、俺は。うん。 ああ、でも所さんとか和を好きあと鶴瓶は好きだからその人たちが出る番組は必ず見る雑魚場師匠うん そっち系、そう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 女子で一番俺が好きなのは今はもうあれだな綾瀬はるかだなちょっと前まで菅野美穂とか長作博美とかあの辺だったんだけどうん 女優さん系で言うとねでも今綾瀬はるかはうんああともっと前で言うと安住とかやってた頃の上戸彩はかっけえなこの子って思ったうんせ古いよあなんだっけドラマの名前江口洋介かなんかと共演してたんだっけ 違ったかな記憶違いかなうんあの頃のドラマはもうすごかったもんなまああの頃はほらあ東京ラブスク鈴木おなみな一つ屋根の下あああんちゃんってやつだろ あれは江口洋介がアンちゃんだから、うん、東京ラブストーリー石橋貴明の奥さんな「カンチセックスしよ」う。上司の不倫相手の役だったけどなおい カンチが呼び出されてよよ上司によおいお前あの女はお前じゃ無理だぞって <laughs> 言われるし俺もよく覚えてんなああ,あと鈴木保奈美が館長の小学校に行ってあまあその前振りがあってあ小学校の に、俺、自分の名前掘ったんだよねって、体育館の柱に言って。それを、鈴木雅美が探しに行って、あいあい傘に掘り直すんだよな。<laughs> あったろすごいだろ、俺の記憶って。 ああ映像としてまざまざと残ってるからねうん「ドクマムシ三大夫は好きっていうか嫌いっていうかそこら辺は全然あの嫌いになる理由はないしかといって大好きですっていう人でもないでしょ 立川だしあーでもな落語協会からあの半目くらって立川一門はうーん当初だいぶあの阻害されてたけどね。演芸場からも拒否られたり。 でもやっぱり男子はすごいんだよなああやったらすごいんだよあのプロデュースはしたみたいようん何人かでその構想を練って こんな番組あったら面白いねっていうので、やったみたい、うん。で、最初。あの。あれだよ。最初の。あれ。もうなくなっちゃってるけど。あの、不特許の。なんだっけ。あれが、南春夫だっけ。が。 仕切りだよな MC だよなじゃなかった夏夢初代だよな確かちょっと正面行ってくるわ